どこのリップ？今日はに行けなかっ大丈夫よー。また会おうね。今日はいなかった人もまた会おう。百百百百。少しずつなパイ。なんでだろう。<laughs> こんばんは。 かわい,いアニットはエピヌさんですよ。はべにしてた。<laughs> お久しぶりですお久しぶり。こんばんは。今日はありがとう。 そうえっ、ー、とねたこ焼きと551の豚まんで豚まんまだ食べてなくて後で食べる <laughs> あのねお弁当まだ食べてない帰りになんか <laughs> あのー、あのー、あのフライドポテトが食べたくなってリコチと一緒に <laughs> ポテト食べながら <laughs>。 新幹線でめっちゃ話してた本当にあのあとドーナツ買ったこごまごま平和だいやもうんかえっとね大阪から大阪から広島までえっとね 1>, 1時間半くらいかななんやけどぶっと喋ってた一緒にそのんか助け話というか <laughs> なんかお互いのことを知れた新幹線でしたねクロ児さんのチーズケーキも,もらったんですけどあの差し入れで私食べてなかったんですね食べれなかった食べれなかったというかなんかその夜になるにつれて食欲は湧いてくるんですけど なんか昼お腹空すかなくて食べれませんでしたでも今日はねお土産はね買ってないですちょっとね今お金をあんまり持ってきてなかったからあんまりそのドーナツとえー、っとね <laughs> ポテトぐらいですそうそう疲れてる疲れてないあんまり今日実はあんまり寝てないのにあんまり疲れてない珍しいです なんか今日は。すごい！嬉しかったね。やっぱり。おーんお、ドラガンさんとありがとう。ありがとう。<laughs> 嬉しい。今日会いに来てくれてありがとうね。いっぱいなんかすごい。私は暴露する人なんですけど、いっぱい大好きいただきました。嬉しかったです。ありがとう。 嬉しくてアドレナリンが。上がったのか。金。そうかもしれん。今日会えて嬉しかったから、俺、おお、私の方がお礼いたいぐらいなのに、ね、ありがとう、書いていきます。ありがとう。じゃあね、嬉しかったことを暴露しちゃう人間なんでね。あの気をつけてください。 で見てるいいねありがとうあちらこそ2人の秘密なのに <laughs> みんなにねい言いたくなっちゃうんだよ私はなんかすごいさなんかさみんなに会えてなかったから本当にもう配信もできてなかったじゃんかコロナで,でもうめっちゃ嬉しかった本当に本当に嬉しかったもう。 しかもツーショットもあのー、あれやけどその人数は借りられちゃってるけどめっちゃ嬉しくて本当にもう話せたこともツーショットも楽しかったです帰りましたねそうなんかアイドルの実感なくなってたんで、ね、なんか自分がアイドルっていう感じじゃなくてずっと家にいたから <laughs> <laughs> なかったんだけど本当に戻ってねあのあの実感しましたねやっぱりすごか手振ったりしたらみんな手振り返してくれたりとかしてくれてあえてよかったです本当にね いつより近くでもじゃないね。通ーシャちょっと近かったよね。自分の前じゃなくても、もちろん元気で声たくさん聞。<laughs> 聞こえるんや、あれ。目の前にアイドルの持ち上げて。ってってめっちゃ愛車の子でした。<laughs> なんか、実はストレートかもとか言っとったんやけど。なんか。その愛車とかもストレートやから。し、あの。花は誰のものの踊る方の mv も。あの。 ストトレートだったからちょっとやっぱ巻いてみようっていうあれに変わって今日はゆる今日はね本当にめっちゃかわいい巻きをしていただきましたいつもだったら自分でやるんだけど今日はなぜかメイクさんがいらっしゃってくださってたなぜ <laughs> 前髪伸びてた前髪伸びましたねでも結構メンバーから好評なんです巻き巻きです今日は巻くとね大人っぽいねって言ってもらいますだいぶ髪も伸びたから巻きが可愛い大人っぽい巻き巻いて素敵だってありがとう <laughs> いいやん好きって <laughs> そうやで今日も会えんかった人も用事とかでねまた会おうね約束あの俺は明日以降でもいいよ今日は感想を話しましょういいの大丈夫じゃあ書いとくね明日とか捨てとかまでにありがとうじゃあ今日はみんなで感想話でもしましょうかねありがとうアイスめっちゃおいしそうサーティワンのやつ煮とる <laughs> タワーのやつ喉はねなんか大丈夫で結構いけるなって思ってで,であの3時間目にちょっと乾燥してきてたちょっとでもそれはただ普通に声の出しすぎ <laughs> なんだと思いますあのそれはゆっくりですありがとう縮小しとくね そうしかもなんか私はあの本当に嬉しいことになんかあのマイクが最新化だったんですよたまたま自分のところがそれでなんか他のメンバーは大体毎淵のカラーのやつなんだけど私とかサーヤンとからへんのところは何人かだけなんかあの四国でのお話し会み四国のお話し会で。 使った時のやつでそれですっごい聞こえやすかったマジでよかったあれは本当になんかたまにちょっとマイクの必要もあったけど「ん?」みたいなやりとりが本当に減って前よりもいや全部あのマイクにした方がいいよ本当に <laughs>。 なんか四国マイク使っててなんかさ磁石みたいなこ,ここあれそうそうそうそれかそうそう回復具あったけどでもそれを直してもらってからは本当にずっと大丈夫ね聞き取りやすかったでしょそうんなんて言っとるんだろうみたいなやつがなかったあんまり本当に。 国で使ったのが一番いいのうんあれ,あれがやばい本当にそうそううんみたいなやつがあんまなかったよかったね嬉しいよねけどさまだほとんどがさ前のやつやから次はマスクも小さくして、ね、あれでも小さいやつよあの本当はねなんか韓国マスクやったんやけどなんかちょっと大きかったから ちっちゃいやつにしてます初めておもちゃの話しかけにてよとてもかわいくはきっとりですかた <laughs> また来てねーそれはいい声出してたつもりだったけどどうだろうと思ってたから <laughs> そうよかったの時に待ってる時間もおもちゃ見えてしまてありがとう <laughs>。 メンバーがマスクなしがいないまあねでも STU も最近みんなでかかっちゃったばっかりだからねなかなかにでもなんかさ私ってさずっと2期生でてすぐコロナになったからみんなに近くでお顔をまじまじと見られる機会って本当になくていや何か急に外しますって言われた時の。

した <laughs> しっかり見られておる握手もね私1回しかしたことない本当に本当にまさか1回でなんか途中でできなくなるとは思わなかったな握手会はねちょっと気になっちゃいそうだけど でもあれはねマスクをのけてみたいなやつは近いかもねどうやろこんばんこんばんは,こんばんは <laughs> エアッエアー握手エア握手フフ握手はちょっとハードとかない <laughs> 高いなんかさなんかみんなもさ緊張するんじゃない多分急に握手会始まるって言ってもさそのまだ握手すらしたことない方もいるかもしれないしその行ったことがないというか会場にね最近ファンになってだし前行ってたけどでも2年ぶりとかでしょだから緊張する気がするみんながもう私もすごい多分緊張するし。 とか言っブックしてああそういうのありそうだねそれはそうだよねエクシーってことないから未知の界あそうよねーこの二年間とかでファンになった方アイドルのとかはねないもんよねうん緊張しそうそれは手が触れてたから <laughs> 手が触れちゃうか皆さんの通称トレポートでかわいもちゃんたくさん見えて嬉しかったですありがとう 握手は大事あそうなんや会社プライベートで握手する機会ねそういうのもないよね大好きな人の握手会行かなくなるとかね初めての握手はもうちょにお嬉しいフフ <laughs>、うん、おばちゃんクラスのじゃなかなか悪いねそんなことないよいるよいっぱい 握手しなくてもいいから握手会と同じ距離で話してあい,い、でそれはでもちょっともうちょっとしたらかなぁ、どうやろう、からんけど。こんばんはこんばんは。こんばんは。喋るのも気ち,する、ね、ちょっね。こんばんみ 楽しかったね直接伝えられるの嬉しかったね大事今日も今日のおもちゃもキラキラ輝いてて <laughs> ありがとう握手会とか食べれちゃいますけど <laughs> きっと大丈夫ま早くも会いたくなってね会いたくなるよねなんか逆に あったたらすぐ会いたくな,るなんかよりなんてて会えてなくてっていう時も会いたいけどなんか会った後にまたすぐ会いたくなるよね四国ツアーの距離もいいね近かったねー星のトロ。ろ <laughs> かわいいありがとうもう若手ウイルスは協力 <laughs> いつも話しくなったおもちゃんのす。お、嬉しい。会うとなんか恋しくなるっていうかね。今日もかわかったよ。ありがとう。握手の時に恥ずかしくて目を見れない。いや、私もなんかさあ、見れない気がする緊張しちゃって。来週もない。ね嬉しい。近い。 嬉しい皆さんのレパももちゃんついてみてます <laughs> あそう咲いてくれたあ青またお姫様こんばんは <laughs> 姫はなかなか呼ばれんわ新鮮新しい記憶が書がされてすりまいたくるあそうそうそうそんな感じバッセンも久しぶりに会ったらすぐ会いたくなるかなうん会いたいし渡したいねプレゼントそうファン同士の、ね、話する なんかご飯行ったとか言ってたよ結構みんなお疲れ様ですお疲れ今日は関東広島のために撮っておったから自前だけ我慢してたあそうなんだまた話そうねあっという間すぎて何話してか忘れてた分かるわめっちゃあっという間だったよね本当に楽しかった今日はなんかもうぐっすりねえ寝れそう <laughs> あったらもに引き戻された <laughs> 相手<ー笑>嬉うれしいよもうじゃあ割と姫感ある気もするえ、ね、似合わんくない桃がお姫様とかなんかでも絶対できないとんか例えばよくアニメとかである今からお姫様に転生してももう本当に似合わんと思う ちゃんの関心ついて盛り上がる。何それなんで盛り上がるの話し会時あれ話そうこれ話そうっ思って話してる握手会全部飛びそうあー分かる分かる飛びそう似合う姫は似合わん絶対合同に仲間と合間にか <laughs> 合間にお茶してたいいねいいねいいね ピーチ姫ピーチ姫やったらさ捕まるやんクッパに <laughs> もうずっと囚われとる姫んか違うなんか違う <laughs> あのあれなんかあのゴ,ゴールした時にこんな言葉言いませんか私コロナ中に元気になっだいぶ元気になってきた時にあの 3DS で マリオしてためっちゃ <laughs> でも全部あのー、あれデータ消してやり直して全クリしちゃったから暇だからなんかあの欲しいカセット別のマリオ。なんかあのスイッチとかだと操作が難しくて桃かにはできないのであの。 そうですね 3DS ぐらいが私からすると一番ねあのいいですね全クリしたんだで,でもそのあれメダルとか全部取ってるわけではないけどねアイリットの対ン楽しみにしてますねできたらいいね格闘ゲームえー、全然無理なんかスイッチで大乱闘した瞬間にスマブラした瞬間に旬で負ける本当に。 しかもボタン覚えれないから適当に押してるんよ全部パチ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 みたいな <laughs> ここ押しとけみたいなノリで押して負ける他のゲーム配信えー、なんか変なゲーム配信ないしなんかホラーとか絶対無理だからさホラーゲームとかやってたらすごい叫んでそうえそれな新大阪駅でさマリオのさあのさあのさ偶然あのなんかこういう 中にキノコが入ってる風船がめっちゃ可愛くて。あれ、多分ユニバのないよ。あれがなんか何個か飛んでて、こう見たら。めっちゃ可愛かった。いいな。なんかあの謎ぞのさ、あのブロックの中に。あの、き <laughs> のこが入ってる。風船、めっちゃ可愛い。多分ユニバで買える風船を持ってた人がいた。 ユニバとか本当に小6以来行ってないあのあれで修学旅行以来行ってないから全然わかんないなもうえやばいそれってもう5年間ぐらいユニバに行ってない <laughs> しかも友達と行ったことないんよ家族とかあのあれあれですね修学旅行とかぐらい かわい,いありがとう。ユニバ帰りの人、お母さん。いいな。小学校の遠足ユニバやば。<laughs> 俺は ATC ホールで <laughs> 来てくれてありがとう。こんばんは、こんばんは。あ、ユニバ近いんや、そこ。去年の年末に来ました。そのお店やってました。そうなんだ。あンピもユニバ行きたかった。そうなんや。 もう一回今ね、近結。キキ <laughs> でね、でもなんかね、ユニバスっごい行きたいんだけど、でもそのお金を、なんか、その何個も何個も遠出できるわけじゃないじゃないですか、お金の問題的に。だから、どっちかっていうと、あの、高知に帰るっていう選択をしてしまうんですよ。行きたいけど、やっぱり親友ちゃんに会いたくて、 行きたいい気持ちちももすごい山々やけどねもちろんでもその両方行けるなら両方行きたいけどその両方っていうのはちょっと費用がかかるからどっちかってなると「地元を選んじゃう会いたい」ってなっちゃう友達に。うん、でもユニバも行きたいなちょっとお金貯まったら行きたいですねいつかまた。 <laughs> ありがとうよさこいあるよねでもよさこいの時帰ったらすっごいいっぱいだと思うんだよね多分私の苦手な人混みがうん地元帰るのも時間と費用そうですね意外と高いし意外と時間かかる。 パパにおねだりして <laughs> いいねうわお親友ちゃんといバをね行きたいんやけどさやっぱさみんな学生やからそのお金的にさその私よりも多分厳しいと思うんだよねやっぱ学校行っ毎日行ってバイトバイトしてない親友ちゃんの方が多いかな半々ぐらいか。 だからなかなか交通費と融資の入るお金とあのいろいろなく食べ物とかやってたらすっごいお金かかるじゃんやっぱりすごいリアルな話しちゃったお祭りの人ごみに入れたいお祭りは好きでも人ごみ普通の人ごみは嫌いなんか土,土曜日とかの デパートは嫌いです。うん。ああ、卒高校卒業の時にいいね。一応一 S 好きだよ。どう一好きだったな。 は苦手だお祭りの雰囲気は好きでもなん,かなんか地元のお祭りに行ってなんか結構知ってる子たちがいっぱいいるお祭りが好きなんか「あーみたいな交流が楽しいしなんか写真撮ろうみたいなやつも楽しいしなんか女の子同士でそうやし食べ物も美味しいしそういう地元のお祭りがめっちゃ好きで。 なんか今年あるんやったら普通に帰れるなら帰りたいもんお祭りの時に <laughs> 楽しそうなかなか会えない子とかさそんな遊ぶほどではないけど仲良かった子とかさ会えるやんいいよね あの市場かなあ多分そうだと思う偶然をうや、ん、て楽しいのうん楽しいそこでおもちゃみたいな、ね、踊りたいよねスティーで踊りたいんよ私はやっぱどっちじゃないから厳しいのかなって思うけどうんまだ諦めない <laughs> まあねきっとやたいねワクワクする スーパーボールスク100個めっちゃやばすごいやった一列狭かったけどえう、ー、れしい太平洋だもんねうん実現するうんそうだね今さ何時か聞いていい 高チのテレビをえるのが現実的かなうんあちょうどだあしね見て探してきたジョンサーヤンってたマスクでおもちゃん同じ感じになんじゃんえでもサーヤンさもうサーヤンめっちゃ顔ちっちゃいからさ私サーヤンほどにまでにはならんと思うイヤホーン 誰のもの歌ってないなと思って探してきたんやけど今日みんなといっぱい話しとったけあの喉が <laughs> ちょっとねガラガラってなっちゃってる部分もあるんやけどせっかく歌いたいし見つけたのでしかもさ服が花柄昨日も花柄じゃなかったっけ私 <laughs> しかも今日さ着てたさ服もさ たんぽぽ衣装。ポポやばい、もう花に、花。もう限界。<laughs> 服装もぴったりです。ちょっと、あの夜なので。ちょっとちっちゃめに歌いますね。あの、あれなので、隣の人に怒られちゃう。なあ、誰だも、一人であんま歌ったことないな。 花柄好きすりや私からケーブル怒られてはないよけど迷惑かかってちゃうからこの「花は誰のもの」一曲歌いたくて歌います 奪おうとすれば愛はやがて踏みにじられる 止ましちゃってごめんね10%のお知らせ来ちゃった <laughs> なんとか喉は持ちましたよかったありがとうまた歌おうピコンありがとうちょっと待ってね確認するね ピコンはありがとうピコンー違うううミラルあありがとうありががとと今日はねツーショットパシャリできたしいっぱい話せたしでもあっという間すぎてびっくりしたほんまに。<laughs> ありがとうまたお礼するね。ありがとうメモります。 お新書で中書といいな。そう楽しかったよ。喉が限界を告げている。喋 <laughs> りすぎた。今日は楽しかったよでもそれくらい。 今,回はね、今からね何食べようかなドーナツとか食べようもっちゃんの歌声がほんまにありがとう <laughs> もっと頑張るわ1人で歌ったのは初めてだったけど結構ねあの息継ぎがしんどい <laughs> 曲なんだなぁと思ったと頑張るよう頑9月まで待てないねもっとやればいいのにオンラインで会えるけどね ライブとか増えるといいけど帰宅中お気をつけて20センチくらいの大きなもんじゃないそれ美味しそういいないいな今からロッテチョコパイいいなもうかもね食べるから 話かあそうなん。ありがとう50年記念のアニバーサリーブックえどうなるえでも多分延期になってその時できるんじゃないかなおかけご飯食べたいいな今日え本今日アイドル言ってやっぱりステーキいいな美味しいよね 場所で二、ね、時間睡眠だとそろそろ眠いね。あ、でも、眠いけど、そんなになんか今すぐって感じではないかも。ループしてたなんか今悪かったみたい。お時間ですね。治ったよかったです。治った。今日はね、幸せ疲れしました。楽しくて <laughs>。 楽しくて疲れた今日は楽しかったちょっと今からね美味しいもの食べとくよーあの差し入れのやつ持って帰ってきたから551の豚まん食べよそう大好きな子にたくさん来るのしね<う>ゆっくり休むうん寝るわ <laughs> ちゃんと今日は 寝るというかね寝てないっていうよりはね寝れないからあれなんやけどね今日は寝れると思う絶対えーアットマークさんと歌ありがとうイブ様さんお疲れありがとう福ちゃんかわいありがとう出たさかわいありがとう山さんかわいありがとうナっピさんいさありがとうドラゴンさんいさありがとうキクちゃん食べてありがとう歌さんありがとうえーとトさん食べてありがとう福ちゃんかわいありがとう歌さんほしありがとう なっぴさん食べてありがとうケイシチンさんたるまありがとうクマさんコトユキさんかわい,いありがとうミシェルボイさんかわい,いありがとうトシさんミラーボールありがとうエイさんミラーボールありがとうヤキチさんアイさんありがとうゼータンさんパチパチありがとうヤマさんパチパチありがとうエストさんえー、花束ありがとううん十三位のまっぴやののっぴさんありがとう月末のオラインで話すの楽しみ楽しみ待ってるね 12のヒロピーさん、ありがとう。11のブクチョさん、ありがとう。10のオカニャン、ありがとう。オカニャンさん、ありがとう。ありがとう。頭クメロディーさん、ありがとう。9位のシロさん、ありがとう。1位のカノルリさん、ありがとう。君の人の日から僕のジックに音楽は絶えない。フフフ。課い ありがとう。7位のイトさん、ありがとう。6位の山さん、ありがとう。今日はお話が一緒に楽しくて、おもちゃ最高。ね楽しすぎた。もうめっちゃ話したね。<laughs> ありがとう。5位のゼータンさん、カコタコさん、ありがとう。今日会えてよかった。もしか。<laughs> 今もため息してくれてるかわいいの。<laughs> ありがとう。会えてよかったね。4位のタンさん、ありがとう。送ってすいませんでした。反省してないしてよ。<laughs> 反省しなさい。<laughs> ありがとう。 3位、えー、の福ちゃんありがとう今日はありがとうおもちゃに会いたくて困り中もう会いたくて <laughs> ねわかる会いたくなっちゃうね会おうねまたニ位のドラガンさんありがとうかわいいもも姫直接会えて嬉しかったよ大丈夫ですけど<笑><笑>ありがとうもも姫なんてまた会おうね1のとしさんありがとう今日も楽しい今日でさらに僕が好きなことから結婚して <laughs> ああめっちゃ嬉しい言葉それはほんとありがとう好きか た読めたかな8八のゆきあきたさんありがとう7位のペイスティさんありがとうアーシャーの子めちゃかいかったでベレも最高嬉しいありがとうアーシャの子 <laughs> ありがとう10位のエイトさんありがとう2回読んでたらごめんねみんなのこと読めたかな、ね、うん ジジのシロさんありがとうありがとうございましたおやすみ今日はねありがとう本当にまた話しましょうあってあとまた来れなかった方もまた話しましょうって <laughs> バイバーイえ 今日時間ある今もう切れちゃう